若い人たちが持ってるポテンシャル、力の大きさってすごい自分自身感じてて、正直学生の時のあの営業経験だけで僕は生きていける自信がめっちゃあったんですよ。そんな人を増やしたいなと思ったんですね。僕自身一回挫折はしてたんですけども、一つこうチャンスに出会ったりとか結果が出るだけですごい人生変えるなと思ってたからこそ、すごいそういうビジネスができる若者を増やしたいと思ったんですよ。きっかけは、まず私がすごい学歴コンプレックスにすごい抱えていて、まあ、その時に何かインターン始めよう、やりたいっていうのもあれにすごい言いまくってたんですよ。入ってよかったことは、まず人間関係というかそこの環境に恵まれてるなっていうのがあって、例えばまあ自分が転んだ時にまあサポートしてくださる先輩もいらっしゃるっていうんで、私あんまり社長からそれやっちゃダメだよとかあんま否定されたことなくて、で何やるにしても一回やってみなって言ってくれるし、一回やってみてダメだったらやめればいいし。正直この会社って学生の裁量権すごいあると思ってるんですね。もう自分たちで試作練って、その試作に対して予算がどれぐらい必要で、それをすることで売り上げがどれぐらい伸びて、費用対効果の部分もすごい提案してくれるんで、本当にいわゆるビジネスの基本中の基本の営業から、いわゆるマネジメントっていう部分、あるいはそもそも売り上げがどう伸び続けられるのかっていうところも、すごい上位概念のところも勉強できると思ってるんで。私はずっともう大人になったらつまらない、仕事はつまらないものと思って生きてきたんですよ。もう自分お金のためにしなきゃいけないって仕事っていう考えで生きてきたんですけど、そうじゃないっていうことをドラスターでやって知ったんで、自分の頑張りに応じてしっかりとしたポジションが与えられるっていうのがすごい魅力的だなと思いました。例えばまあ今僕は人事やってますけど、今度は人を教える立場っていう場面で、いろんな経験ができるっていうのが入ってよかった。なんか本当にベンチャー志向なので、これしかやっちゃダメとかこれ以外は絶対にできないとかあんまりないので、それは私が幹部に上がってからすごく楽しかった部分でもあるので、本当にみんなの目指しているゴールに向かってこの場を使い倒してもらったらいいなと思いますし、そういう人たちと僕も仕事したいと思っているので、そういう場所でありたいなと思います。